阿蘇市子育て支援センターピオピオ広場の移転改修が終わり令和3年3月30日内覧会が行われましたこれまで阿蘇市三久保にあった施設の老朽化に伴い阿蘇市が旧乙姫小学校跡地に移転改修したもので建設費1億3843万3000円で建物は 校舎の一部を回収した鉄筋コンクリート平屋建てです。床面積はおよそ393平方メートルあり、大ホールをはじめ、ボルダリングのできる部屋や、それに畳の部屋などがあるほか、調理室もあります。また、屋外には芝生広場があり、ブランコや鉄棒、あずま屋も併設されています。阿蘇市には、 このほか、市の宮地区と波野地区にも子育て支援センターがありますが、乙姫地区に移転したピオピオ広場は、阿蘇市の直轄の施設で、保育士1人と3人の職員が常駐します。この日は、市民や阿蘇市の民生員・市議らが訪れて、市の職員から施設の説明を聞きながら見学していました。